青クリシャンです。あ、奥村です。本日は、減量後の食事に関して投稿します。減量後何食べてました？最初の頃はお肉がっつり食ってましたね。あ、減量後？減量後じゃない、軽量後。軽量後ですよね。肉っていうよりはしゃぶしゃぶを食ってましたね。しゃぶしゃぶ、はい、軽量後にしゃぶしゃぶ。軽量後に、最初はしゃぶしゃぶ。わからないときは、そうですね、最初軽量終わってすぐちょっとおにぎり食べて、そのまましゃぶしゃぶ行ってめっちゃ食って、俺デビュー戦のときプラス9キロでしたもん。当日消化できました？できないです。で、特に奥村さん結構減量幅が大きいんで無理です。しゃぶしゃぶ食えました？結構。いや、食えなかったですけど詰め込みました。食わないと無理だと思ってたんで、食わないと勝てない、体重増やさないとダメだと思ってたんで。すげえ、しゃぶしゃぶ脂っこい。脂っこいっす。吐かなかったっす？最初の、いや、吐くともう我慢しましたね。あ、もったいない、もったいない、わからない。せっかく摂取したのに。これ意味ないと思って我慢して、当日9キロオーバーだったっすね。9キロオーバーっていうか、そう、9キロ増えてて、あの体力1ラウンドで全部切れましたね。はい、でやっぱりあのいろいろそういう経験して、5戦目6戦目とかはもうちゃんと計量終わったら、あのゆっくりうどんだったりちょっとおかゆ、あのね、スイッと持って行っておかゆでゆっくりで、うどん。お肉ってあんまり食べなくなったかもしれないですね。お肉食べても本当に少し、あ、食べたなっていう感じのだけで、俺結構うどん食ってたような気がしますね。いいことですね。はい。クリスさんは？自分はですね、もう極力炭水化物を多めにとってます。ご飯、ご飯や餅、餅、あー、なるほど、おじや、はい、おじやですね。で、まあ必ずもう、まあ、片指のいいところが、あの会長がおじや、お手製の高級おじやを作ってくれるんですよ。おじやもう本当になんていうの、だしっていうか、そうっすね、あれからそう油を極限に抑えて、塩も本当に極限に抑えて、体にいい、あのもう素材だけで作ってくれる会長が。もうだから会長はその試合前になると2、3日前からそれ仕込むんですよね。だしとかそのスープを仕込んで油を取ってこうやって、すごいありがたいです。めちゃくちゃありがたいですよね。興行の時とかみんなでこう計量終わったらみんなでジムの4階で食べるっていうか恒例で、フルーツまでちゃんと用意しちゃって、ものすごい助かりますよね。助かります、本当に。初めて食べた時は本当感動でしたね。いや、あれ食べればまず一回ちゃんと戻りますよね。あれをしっかり食べればめちゃめちゃ食えて、しかも負担があんまりないんですよね。ないですよね、おじやなんで。いや、本当に体に気を使ったおじやを作ってくれるんで、本当会長にはもう感謝です。感謝ですよね、あれは。で、そのおじやを食べてゆっくり、まあ、計量まず終わったら水分補給、はい、水分補給で、俺バナナ1回、はい、バナナ1本食って、はい、で、その時おじや、はい、帰っておじやを食べて、でそこから2時間空けて、はい、でまた、お餅なりご飯なりを食べて、はい、あとバナナ1本食ったり、ちょっと炭水化物を極力入れるんですね、はい、炭水化物入れて糖質、カーボン入れて、はい、で大体2時間ごとに入れていくんですけども、結構早いスパンなのかな。2時間ごとでちょうどいいかと。2時間かすごい。多分普通ぐらいですかね。ちゃんと水抜きがそんなきつくないんで、しっかり消化できるんですよね、普段通りで。そうですね。自分もやっぱ水抜き大変な時って2時間じゃ消化できなくても苦しくてしょうがなかったんで、多分そうやってできるっていうのはやっぱちゃんと減量がうまくいってる証拠ですよね。まあ、消化に悪いもんは極力避けるんで、うん、そうですね、おじやなり、はい、バナナも消化にいいし、はい、まあ、お餅も、はい、米よりはお餅の方が紹介いいと思う。クリスさん、肉が似合うんですけど、肉は？肉は絶対夜食うっす。なんで、おー、なるほどなるほど。また消化に良くないんですけど、はい、なんでその計量終わって、だいたい2時か3時前には計量終わって、はい、そこから徐々にお腹を慣らしてって、で、最後に夜に
焼肉で焼肉もういいところ予約して肉を食うっす、はい、でまあ脂っこいのはあんまり避けてロースとか、はい、なるほどなるほど赤身とか赤身とか、はい、で、ね、そこでもう大盛りのご飯を食っておおなるほどそこでまたカーボン入れてもう肉を食うと闘争本能がもうあれってやっぱ言うじゃないですか肉を食った方が闘争本能を湧くって、はい、自分すごい適してるんですよなるほどすごい感じますいやでもそうですね、肉は、ね、胃があんまりあれない人はあれですけどちょっとぐらいは食べた方がいいとは自分は思いますね、なんかただよく注意しなきゃいけないのは俺毎回焼肉食いに行くんですけど、はい、毎回頼みすぎますねいやそうなんですよね、しかも計量後じゃないですかそうなんですもう今まで欲という欲を全て抑えてきて明日はもうぶん殴り合いをしないといけないとそうですねで、もう今日しかないと思う今日しかないまあその後はありますけどでもそれに対してはその前はもう今日しかないそうですねだからやっぱ頼んじゃいますよね頼んじゃいます、うん、なのでできればあの一人で行かない方がいいですそうですね本当にそうですねあのみんなで行って正直頼んでそのなんだろう精神的にこう安定するというかそうですね満足しますよね頼んでわしゃしゃしゃしでも体食べれないんで そこで食べてもらって そうですね、そこを無理やり食べるとちょっと体動かなくなるん で誰か一緒に行ってもらってね、あの食べてもらうといいと思います毎回毎回頼みすぎですやっぱ精神的にもこうあれなんで、はい、やっぱ頼んでそのストレスの発散わかるっす絶対あるあるですけど本当計量前の時にあのスーパーとかで計量を、はい、あの食べる食べ物とかみんな買うんですけど絶対余る余るさ余るほとんど余るっていう、うん絶対あるでもやっぱそれってその食べたい欲もあれ本当こんなストレスなんですよねストレスでバーって買って、はい、あれはもう減量を経験しないとあれはそうですねなかなかあれは味わえないというかそうですね最高ですよね計量終わってからの食事って水をあんなに美味しいと思うのってなっ生きててないと思うんですね。そうですね。で、なおかつそれが楽しみですからね試合前のあの計量が終わって一発目がもう楽できるそうですね正直計量の瞬間とか計量の日計量の前日とかって試合のことってそう考えられないじゃないですか考えないですこれってすごいですよね、 ですねもう本当にどんな正直相手でも全く考えないですあのもうまずはとりあえず計量終わった後、ま、終わった後の飯飯がある明日飯食えるそう好きなもん食えるチョコ食えるそうなんですでこれですごいの本当にその体ってすごいな精神的すごいなと思う満たされたらどんどん試合の怖さとか恐怖がうわーっと襲ってくるじゃないですか緊張が来るあれがなかなか気持ちが悪いあれって何時間前全然なんか全然怖くっていうかなんか研ぎ澄まれされてますよね、その計量前とかもなんかもう俺不思議な感覚があったのは現役の時あの自分ちょっと怖がりなんですよね、こう見えて、はい、暗闇とか お化け屋敷とか怖くてでも減量して計量あと2日前、1日前になると高齢で真っ暗闇でお風呂入ってたずっと計量してない時全然なんかご飯食べてる時とかめっちゃ怖いんですよね俺それだけで怖いんですけどなんかもう研ぎ澄まされた時ってもう怖くないですよねもう何着てもいいみたいなぐらいほんと研ぎ澄まされてるんですよもういいってもう別に怖くもなんともないとにかく今はもう飯を食いたいとかその水のあれでってみたいなそんぐらいこう研ぎ澄まされてて考えれないんですよねそうですねで本当に食って満たされた瞬間に全てのなんかこれが全部襲ってきますよね。うわーっと。あの、食べてほっとした瞬間に眠気もドーンと襲ってきますし、すごいですよね。あの時のなんか睡眠ってめちゃめちゃ気持ちよくないですか？気持ちいいです。計量後飯食って横になる時のあの気持ちよさ。その前日だからいいですよね、試合の前。そうなんですよ。で、朝起きて、朝早めに起きた時もう寝れないですからね。はい。まあ、今元気玉食べてるおー来た今日だーみたいなでちょっとあの計量終わって1食目食べて寝てそうですね
起きた時ちょっと寝すぎるとちょっとショックっていう。そんなことないです。俺ショック、うわ、なんなら10、うわ、だいたい夜なんで、だいたい夜の20時とメインなんで20時とかじゃないですか、はい、なんなら11時ぐらいまで寝ていたいです。あー、なるほど。11時まで寝て、でちょっと動いて食べて、はい、でもう一回寝て、だけどもほぼ寝れないですよ。もう目つぶるっすけど、そうそう、ね、脇汗バーってかいて、はい、早く終わらしたい、はい、うわ早く終わらしたい、ああ気持ち悪いってマジで、本当に食ったらもうまたいろんな感情とか湧いてくるん で、 ね、で試合の1時間前となるともう、もうヒートアップっすね。ヒートアップですよね。もう早くやりて、早く早くやりて、レッドブル飲ませろ、翼をやれ翼をですね。でもこういうのがあと何回味わえるか、でも何回も何百回もいかないで、何十回もそうそうないんで、そうですね、本当になかなか楽しいですね、はい、大切にして、またさらに上のステージの緊張感を味わえるようにですね、そうですね、本当に頑張っていきたいですね、はい、頑張ります、取ります、よろしくお願いします。よし、来年、はい、2023年楽しみです、ね、楽しみにしてください、ね、まだ発表できないですけど、はい、どうなるか、いい試合が、まあ、わかんないですか、ね、今内定しようとしてるので待っててください。やります。でも大体自分米印ついてるですからね。分かる人は分かる。もう米印ついちゃってる、はい、確定なんで。でも一般の方の応援してくれてる人たちは分かんないです、米印で。そうですね、米印、はい、楽しみ、はい、よろしくお願いします。お願いします。で結論として、まあ結論、はい、結論ではないと、もう今までの、はい、まあ自分は計量終わったら炭水化物メイン、水分と炭水化物メインで回復を意識します。そうですね、で夜の内容、はい、夜は必ず肉、はい、どうぞ、うわーってかき上げて、食べ過ぎないように、食べ過ぎないように、腹8分目よりはちょっとまだ、そうですね、7、6ぐらいな、そうですね、試合終わるまでがね、あれなんでね、仕事なんで、仕事というか全てなんで、試合終わるまでが、でね、ボクサーとしての、はい、締めくくり最後というか、はい、仕事きっちり、仕事きっちりなんで、よし、お願いします。おっす。